ましたね。はい、猫舌ショールーム。はい。じゃあどうぞ。ありがとうございます。どうもこんばんは。乃木坂46の猫舌ショールームが始まりました。ということで、うん、この配信は月曜日から日曜日まで毎日20時から日替わりオーナーが番組をプロデュースしていく、すぐ食べられないくらいに熱いホットな番組です。そして水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。タイトルはできるかな乃木坂46。イエーイ。ということで、はい、まあ猫舌はでも2ヶ月ぶりぐらいらしい。あ、でも意外と最近っていうの、最近かな、でも同じぐらいの頻度で来てる気がする。まあ、なんかこの前来た気がする。レンカと、あ、みんなも前梅ちゃんと3期生だった、うん、来た来た。なんか前は今日怖いのはもうミラミだから、なんかリラックスしすぎてなんか何も喋らなくなっちゃいそうなのが怖い。そう、でもずっとうちはずっと喋ってるよね。意外と確かに、あの中国行った時もね、そうずっと喋ってたし、意外と大丈夫な気がする。いけるかな。でもちょっとのなんかね、しっかり前梅ちゃんがさいてしっかりしてたからさ、意外と大丈夫だったんだけど。あ、じゃあ今日はどうだろうね。意外と蓮華もしっかりしてるじゃん。そう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 、まあうちらも意外としっかりしてるっちゃしてる。もう大人だしね。そう、一期生同士だからね。嬉しい。すごい。もうたくさんの人も見てくれて、コメントも。あー。すごいいっぱい星とかいっぱい来てる。ね、ありがとう。まあそういう感じで始めていきますか、じゃあもう。はい。じゃあまず初めてショールームをご覧になる方は、はい、まず無料のアカウント登録をお願いします。登録お願いします。右下のツイッターマークを押してどんどん拡散してください。はい、ということで今回作っていくものを早速見ていきたいと思うんですけど、じゃあ今週のお題は、うん、いくよ、うん、じゃーん、これです。デンプルアート。あ、デンプルアート、ディンプル、ディンプル、ディンプルアート、何それ、見てみますか。とりあえずじゃあちょっとわかんないよね。え、あ、なんかすごそう。なんだろうこれ。あ、こういうの楽しそう。え、なんか楽しそう。ちょっと難しそう。まあ、今回は芸術の秋ということで新しいアートのディンプルアートっていうものを作っていきたいと思います。ちょっと全然わかんなすぎる。わかんないけど、でもなんか楽しそう。でも見たこともなんかあんま聞いたこともないからな。うん、なんかちょっとわからないこともあると思うので、皆さんコメントとかでアドバイスよかったらしてください。ね、え、すごい。チューリップだ。嬉しい。あ、本当だ。いいね。チューリップ。ちょっとじゃあもう開けてきます。もうこの1に沿ってやりますか、じゃあ。難しそう。これ何なんだろう。何が反射するの。え、絵なのこれ。あれみたいな、なんか昔さちっちゃい時やらなかったこういうの、固まるやつみたいな、わかんない、それなのかな。え、あれもちもちの木みたいな絵になるやつ。何それ、何なのそれ。小倉のさ小学校の授業でさもちもちの木やったじゃん、このこうやってやってるやつ。全然知らない。え、知らない。広島限定じゃないの。え、絶対違う、絶対違う。ちょっと知ってる人いないの。もちもちの木ありますね、こう目がこう蹴ってるやつ。もちもちの木、みんなハテナだよ、もちもちの木。え、もちのもちの木、わらわらみたいな。懐かしいって人いる。もちもちの木の円みたいになるんじゃないの。懐かしい人いる。ほらほらほら、知ってる知ってる。みなみ知らないだけだよ。知らない。え、何なんだろう、もちもち、ほらもちもちの木。でも半々ぐらいだね。懐かしいって人、知らないって人。嘘、知らない人いる。え、知らない。スイミーとかやったやん。スイミーは、え、スイミー知らないの。てかクラボンは笑ったよって知らないの。え、みなみはあの、え、幼稚園でしょ、小学校、小学校、小学校。え、なんで。あいうえおの歌、窓道をしか知らない。あ、あ、やったよね、あれやったよね、窓道をやったわ。懐かしい。すごい。スイミー、スイミー知らない。大きな株、青首の株は知ってるよ。でも知らない。
あ、これなんか無理かもしれない、みなみ。いや、できるよ、みなみは。
とうちはずっとしましたよね。ずっと一緒にいた。なんか隣にはずっとみなみいたね。ね、ひたすもできない。意外とさ、やってって言われたら意外とできないもんだよね。え、分からない。しかも書くとかさ、なんかしゃべ聞いてならなんとなく分かるけどさ、それもすごいけどね。
ものよりは簡単そう。本当？前何やったの？なんかビーズ。こういう作るやつ。ビーズ？ビーズを。あ、でも結構綺麗だな。割と。でもこれ後ろ剥がしたらどうなるんだろうって感じ。確かに。でもビーズ系も楽しそう。なんかちっちゃい頃に戻って。読むこと多いじゃん、やっぱ仕事してたら、うん、で、なんか美術、選択科目美術だったんだけど、うん、なんか間に合わないかもみたいな、みんなもうこれこの作品完成させててみたいな、でも1個の授業、1日の授業って最初から最後まで全部終わらせてたすごくない？でも先生が手を加えてくれてたもん、学校久しぶりに行ったら久しぶりに行ったらなんか綺麗だなと思ったら先生がやってくれてた、みんなの終わんなそうだからやっといたよみたいな、優しいね、無理だよね、確かにね、いやー、ほんと、なかなかね。
それ硬いよねめちゃくちゃさっきもみんな綱引きみたいになっちゃったんだけどもうここから取る方式全部脱がちゃった全部取れちゃったなんでだろう。わかんない。なんかちゃんとしてるイメージ。うん。
ゆる免許でもやっぱいいなと思う。なんか楽しそう。ドライブ、ちょっと暇だからドライブ行ってこようみたいな。あ、そうできるよ。買い物いっぱいしてもさ、そういっぱい乗せられるじゃん。
可愛いよねでもね、うん。あって聞こえた。
で、家でも無心で考えれる、なんか無心で考えれるって意味が分かんないから。どうか迷ったよね。できる、塗り絵やってる気分。でも意外とそういうの好きかもね。うん、塗り絵好き。こんな喋らないショールーム意外としてないんじゃない確かに、ね、仕方ないよね。でも許して、それは汚くなるか喋るかみたいな、どっちかになっちゃうんだ。そう、なんで私このブルーの葉っぱを花にしたんだ。
まあ、いらないね、これ。あさまーす。よし、じゃあ。あ、焼き芋アイスだって。美味しそう。大好き。それがいい。やばい。大阪のさ、ライブの時あったよね。うん、あったあったあった。お芋屋さんみたいな来てて。あ、それいいかもしれない。もうだって芋大好きすぎて、いろんな前ポテトだもん。え、ポテト。なんか超すんごい海外アーティストやん。そう、チラじゃないじゃん。そっか。あ、でも東京ドームが5万5千人だったよ。じゃあ46やばいね。じゃあさ、え、55ん 5.5 か、うん、難しい。6にしよう。じゃあ6万人、あれは6万人って思って、うん、かける46。
空では一番いいのがモンブラン。あー、いいね。秋だから意外と当たる。しかもすごい今スタッフさんうなずいてたから当たっちゃったかなって思った。やばでもモンブラン大好き。いいよね。ハードル上げすぎだって。ケーキじゃないかも。キャンディー系かも。もしかしたらやっぱりキャンディーかもしんない。合ってるかも。もしかしたらね。なんだろう。あ、栗、甘栗とか別にいいかも。甘栗って書いてある。さつまいも甘栗。甘栗いいじゃん。てかもうこの時期さ、半袖寒いかも。寒い寒い寒いよね。できた。すごい寒い。お、できた。できた。お、よし。あ、すごい。ちょっといろいろ気になっちゃうけど、とりあえず。できたー。よし、あとは乾くのを待つだけということで、はい、じゃあここでお待ちかねのもぐもぐタイム。あ、なんだろう、美味しそう。わかんない。はい、じゃあ回します。牡蠣だって。あ、牡蠣って秋か。牡蠣、ぶどう、梨とかか。おお、梨。全然、そっか、一緒の、いつもそっか、一個ずつ種類違うのか。やったー。ゼリーこれ、なんだろう。あ、どっちがいい？どっちもシェア。半分するじゃん。うん、ね、そうしよう。ハードル高めのもぐもぐタイムだって。確かに。いただきます。
もっとなんかいろんな種類さ、みなみさんいっぱい並べてさ、うん、みんな食べてなんかわかる、いろんな種類一口ずつ食べたい人、ケータリングとかもちょっちょっちょっと食べるね。そう、決める？そうだね。はい。お、じゃあこれとこれです。本当はできる子みなみちゃん。お、あれこれなんか前は決めた気がするんだけど。あ、違う？え、私決めた気がする。かなちゃんか。ごめんごめん。かなちゃんかな。ゆうりか、かなちゃん。全然違うわ。と決めた。じゃあ紹介していきます。これどうやってやったらいいの？一個ずつ。全部。すごじゃーん、半分折るって、半分に折って、すごい、すごい、なんか空気パンパン、ちょっと怖いですこれ。何でウサギ持ってる、ウサギ持ってる、すごい、なんかちょっと意地悪そうな顔してるなんか意地悪そうな顔してる、なんかでも可愛い、なんか絵の、ね、絵の感じが柔らかくて、まんまるちゃん可愛い、全部これさ
感じ雰囲気違うから。えこっち紹介しなくていいの？紹介したよ。あごめん。はいじゃあ次これです。そっか時差があるもんね。あすごい書いてある文字も。なんでみんな舌出てるの？なんか南。あれじゃない？分かった。はいはいはい、はい、写真集。あそういうこと？うん、かわいい。あ本当だ。あすごい怖。あ本当だすごい。もう南じゃん。言われないで見るとさ怖いよね、うん、自分の顔があるって思った。すごいありがとうございます。いいねツインテールだしこれね。いいねほっこりする。生駒ちゃんのやつだ、うん、確かにおしゃれだねこれね。おしゃれ、なんか雰囲気もおしゃれ、うん、ちょっと感じも確かに。これいい。これこれいい。かわいい。じゃあちょっとこれ候補で。優しさが出てる。みか全部怒っちゃうじゃん。あれなんか私これ見たことある気するこの写真。この写真うんそう。なんで、あ、見たやつあるんだ、ね、そうですよね、見たよね。このクマかわいいって言ってこれめちゃくちゃみなみお気に入りだったの。これ実際みなみ着たらかわいいだろう、ね、これかわいい。実際着てる写真なのかな、うん、あるこれね、多分ね、なんかの PV で着たんだよね。すごい、これも写真集のすごいね、これどこだってやってるんだろう。かわいい、なんか触りたくなるこのベロ。それ一番嫌なんだけど。やめてそのコメント。すごいちょっとごめんだけど気持ち悪かったわ。なんでよ。嫌じゃない？だって自分の言われたら嫌でしょ。隠しちゃう。じゃあまあ次かわいい、うん、なんかちょっとなんていうの、子供の絵のタッチみたいな、うん、でもこれはこれなんか、ね、こういうの好き南、うん、優しい、優しそうな感じ、うん、しかも頬もハートにしてくれてるし。じゃあ次はこれです。すごいいろんなラジオとか乃木中のやつとか。あ、本当だ。ああ、これね。これいいね。これなんかいっぱい見てくれてて嬉しい。すごいいっぱいあるね。思い出すねなんか、ね。確かにね、うん、あったなこんなのみたいな。じゃ次これちょっとのほほんとした。これ可愛いです。可愛いね。すごい可愛い。みなみの好きな雰囲気。ピンクだし。でもみなみの雰囲気があるこれは。ね、これ可愛いよね。うん、あとはこれ、これなんだろう、ね、これいつも毎回筆で書いてくれる人いるよね。いるね。その人かな、同じ人かな、日村さんと設楽さん。それは合ってると思う。あとはあ、かわいい、結構いっぱい。あとはこれでーじゃーん、かわいいね、うん、だこういう雰囲気がいいな、ピンクだし、うん、なんかちょっとキラキラしてたり、キラキラ好きだね、ハートとか、こういうの1個選ぶ、1個ですよね、選ぶの一個難しいよ。すごいジャンプしてる。あ、すごい。あれみたい。女子楽の時みたいな、なんか、ほーって書いてある。ハートとか。ありがとうございます。ハートやっぱ似合うね。え、かわいいね。じゃこれで次。すごい。なんかあれで、パソコンとかで書いてるのかな、かな。どうなんだろう。ほっぺもかわいい。あったな、これ何年前だろう。結構まあ。この制服自体も難しいよね。何ぞらとかじゃないの、このかな、なんぞらとか、こういう、こういうとかかな。これもピンク、ハート。南感あるの。あ、これも星だし。欲しいの。ありがとうございます。最後。すごい、これ何の時？何も。あ、わかった。あ、わかんないや。あ、あ、わかった、わかった、わかった。はいはい。指望遠鏡。あ、それ？それなのかな。なんか洋服だけちょっと違うけど。あ、そう。でもこんな感じなのかな。でもブランコ乗ってたな、確かに。指棒じゃない？ほらみんなも。なんだろう。指棒の時だねって。なんだ。服が違うか。あでもなんかこうミックスしてくれたのかな、最近のやつとか。ありがとうございます。いっぱい。かわいい、全部かわいいね。どうしよう。マヤどれがいいと思いました？難しいよ。だよね。どうやってこう並べたらいいんだろう。難しいな。これかわいい、ね、やっぱ。じゃあこれと、みなみこれかわいい。ああ、いいね。でもこれもかわいいな。確かに。これもかわいい。いっぱいある。あ、これもかわいいね。下あんまり多いとどうしたらいい、どうし、みんなどうやって選んでるんだろう。あ、ごめんね。うん、どうしようかな。そうね、これかわいいな。ねえ、クマもかわいいし。お、みんな選んだ。あ、でもすごいこれ。おぉ、誰？カッキー。こうやって見て、出しちゃおう、うん、すごい。誰？これ誰？いくちゃん？誰？
かりんちゃん将棋じゃないんだ。すごい、でもすごい、なんかもうやっぱ絵で1個でわかる。すごいすごいすごい、すごい、誰だろう、誰、誰これ、あ、ズーだ、ズーだ、ズーだ、絶対ズーこれ好きなんだけど、これわかるね、え、これマヤめっちゃ好き、マイチュンじゃないの、マイチュン、あ、マイチュンって書いてある、これ何、ズボン、ズボン、上山投げてんの本当にさ、これ面白いね、これいいね、これなんか顔もなんかちょっと似てるしさ、これ足になってるの、この、これが足になってる、すごい、このマイチュンのやつすごい、え、どうしよう、ありがとうございます、いやー難しい、あ、ハイベスト、ハイベスト通り越してるよね、あれも、ねー、南的には、うん、これか、これかな、うーん、この南が気になる、そうだよね、うん、どうしようかな、迷うな、全部可愛いから迷うんだよね、投票したら、でもみんなが決めたいもん、みんなに決められるんじゃなくて、みんなに決められるより、みんな上手だからね、こっちにしようかな、可愛いから、緑っぽい、じゃあこれに決めました、イエーイ、ありがとうございます、書いてくれた人みんないっぱい送ってきてくれて、ね、ありがとうございます、とりあえずみなみのこの、うん、本当はできる子みなみちゃんのやつはこれです、じゃん、かわいい、似てる、嬉しい、これ、まあ、みなみのツインテール大好きなんで、ほんと、うん、最近あんましないかもしれない、見ないね、冬だしね、ちょっと暑い時はするけど、そう、ライブとか嬉しい、ありがとうございます、またね、じゃあ、まあ、とりあえずじゃあ今回もう一個紹介するのがあって、紹介するのは佐々木ことこの読み札、結構喋るよ佐々木ことこです、ちょっと面白いね、すごい、わあ綺麗、あ、なるほどね、ラジオだね、半分ずつ見せていくか、取らない、じゃーん、じゃーん、すごいラジオのやつ、確かにこうラジオでめちゃくちゃ喋るんだよね、好きなやつとかで、好きなことに対しては、なんか確かにすごい喋るよ、ね、ずっと喋ってくれるね、とかこれも、何これ、なんだろう、なんかやったのかな、 あれだ、ロシアが好きだから、マトリョーシカ、あー、マトリョーシカだ、そうだ、ロシアに一人で行ったって言ってたし、ね、すごいよね、舞台のやつだな、かわいい、ね、すごいね、でもやっぱ美人だね、絵で見ても、ザキとは違うのだよ、ザキとは、うん、どういうこと、ザキ、うん、ザキとは違うのだよ、ザキとは、わかりますね、難しいですね、なんだろう、や、欲望、ザキ、希望天使のギタ、ん、ザキとは、でもこれさ、ザキとはさんだったらさ、あの、あ、ザキとはさんのこと、いや、でもさ、でもザキ、でもザキだからさ、山崎ねなかな、どっちだろう、説明付きでここまた送ってください、何か、ちょっと難しいね、でも違うんじゃない、ザキトワさんじゃないんじゃない、かけてるのかな、ガンダムのセリフ、あー、そうなんだみんな全然違うじゃん、全然違う、みんなすごい自信満々にザキトワとか言ってるけど全然違うじゃん、レナチとかけてんの、え、これレナチのだじゃないの、うん、ことガンダムネタなんじゃない、へぇ、関係なく、やっぱ知らないとちょっと難しかった、ああ、そういうことか、ガンダムとあのロシアのザキトワをかけてんだって、あ、なるほど、山崎のザキ、山崎のザキは関係ないよねちょっと分かんない、うちのザキって、ね、もうザキさんだからさ、山崎さんになっちゃう、そうそうそう、山崎さん、ね、はい、まあ難しいね、はい、ちょっとね、さあ、コトコは喜ぶと思う、すごいあとはトップギア、トップギアラジオだね、ロシアアニメ、やっぱ確かに好きなことにはすごいから、うん、いいよね、この好きなことをさ追求できるね、すごい、なんかカラーだ、あ、ドラムカラーか、新聞みたい、なんだろうこれ、あ、これ、うん、中国、
中国じゃないじゃない。あ、そう、ロシア。スリ、何？ロシア。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 ロシアってこんな感じなの？バスケットとか。あ、でもロシアだね。へえ。売れちまった悲しみに今日も言わんよ。やっぱさ、詳しくないからさ。ちょっとね、コトコは多分分かるんだと思うよ。コトコ来て。ロシア。うんうんうん。あ、こういうの着てるね、パーカーね。よく見てるね。あとは？あ、これ誰だろう？誰だろう相手？誰と誰だろう？誰と誰とか、コトコと誰だろう？コトコと、誰っぽい？誰だろうこれ？カリンちゃんとか。でもカリンちゃん絶対口を押さえて笑わないじゃん。誰だろう？あやねちゃんって書いてあるけど。あやねちゃんなの？もうあやねちゃんっぽい。あ、まあぽいっちゃぽいかもね。確かに抑えそうっちゃ抑えそう。うん、マッチュ、あぽいね。確かに。でも可愛い、なんか座ってる感じとか。ね、これ可愛い、めちゃくちゃ。可愛い。あ、これこれみんなに好きかも。いいね、いい。可愛い。リンゴ、さゆりんご軍団のやつで。うん、これ好きだね。可愛い。リンゴにもなってるし、ポップだし、可愛い。終わり？え、これこの男のカルタを選ぶ、うん、あ、違う、あ、残りのメンバーの本人が選ぶ。ああ紹介したってことか。そうだね、だから私見てたのか、一回見たことがあったんだ、うん、じゃあということで決まったのはこれ、これとこれが決まった、はい、じゃーん、かわいい。それこれ、これめっちゃいいよね。うん、これはじゃあ決まったということで、もう一枚ノーの読み札。あ、今日やらない。はい、じゃあとりあえずこれに決まりました。はい、ね、さあ続いてはオリジナルカレンダー作りを、やったー。あ、これだね、昨年もやりました。このかコーナーを今年もやりましょう。世界に一つだけのオリジナルカレンダー作りのコーナーです。イエーイ。はい、あ、そうね、各自うちらが、そう、このコーナーは来年の1月から使える世界に一つだけのカレンダーをこの配信のリレー企画として作っていこうという企画です。うんうんうん、メンバーそれぞれが持ち寄った自分の携帯の中にある写真からその月に最もふさわしい写真を選んで実際にそれをプリントしたカレンダーを作ろうというわけです。お、あ、売られるんですかこれ。発売される。あ、ここで作るよ。あ、よかったよかった。じゃあそんなちゃんとしたの持ってきてない。みなみプライベートの1枚みたいなの持ってきちゃった。じゃあ1月は、まあ、ということ、まあ、1月からまず載せます。じゃあ見せますか。1月から、じゃあ、あ、ここでみなみ、あ、今回は1月と2月のカレンダーページを作っていきます。うん、私たちが持ってきた1月っぽい写真と2月っぽい写真の中からそれぞれ月のカレンダーの写真を選んでいきます。うん、じゃあ選ぶのは視聴者の投票だ。ショールームのアンケート機能を使ってどっちの写真が良かったかアンケートを取って決めたいと思います。どっちもいいよ絶対。まず1回目やってみましょう。手元に自分で選んだ写真をプリントした紙が配られているはずです。うん、最初は南から1月のイメージ写真を見せてください。で前声でかくないの。え、本当に分かんない、なんかすごい急に聞いない、すっごい声でかい、なんかめっちゃ声大きい。え、さっきのなんか日にならなくて嘘、大きくなってる声分かんないが、進めるとりあえず、はい、あ、本当だでかいって書いてあるわ。ちょっとすごい、すごい違った気がした。ごめんね、止めちゃって。じゃとりあえず、え、どっち1月でしょう。こっち1月でいいかな。うん、じゃとりあえず、まず1月の写真は、こちらです。じゃーん。あ、みなみ、何？スキー？スノー？そう、スキー。スキー。スノボーはやったことなくてスキーなんですけど、多分1年前とかにブログに違う写真は載せたんだけど、うんうん、これは、なんか、友達と雪なんか滑って転んじゃったのか、うん、まあ、忘れちゃったんだけど、なんか雪で遊んでる、そう、それでなんか雪を投げられて、うん、あ、投げられてるんだ、やめろみたいな感じのス
きいです。1月のお休みに行ったのかな、多分お休みの時間に行って、お友達と行って、多分こうプライベートの写真だから多分どこにも載せてなくて、ちょっと1月っぽいかなと思って。1枚で分かる楽しそうなの。そう、楽しかった。これ自前のスキーウェアだから。あ、そうなんだ、持ってるんだね。結構行きます、毎年。すごい。そう、こんな感じ1月は。じゃあマーヤの写真は、はい、1月のじゃん、なんか去年かな、南と前で、ね、そう、なんか乃木中でやった、振り袖あったね、企画をみんなで着てやったのを今回持ってきました。1月みんなもこれにするか迷ったけど、うん、どうしようかなって悩んだ。お、かぶるところだったね。はい、いいね、これで確かに、せっかく2人だし、うん、ね、そう、南との写真を持ってきました。そう、正月企画のみんなでなんかあれ墨塗ってやったりさ、いろいろしたよね。やった、楽しかったね。じゃあ、あ、1月をまず投票しちゃうのか。じゃあ1月、ね、どっちがいいか皆さん投票お願いします。どうやって投票するんですか、これは。あ、じゃあ1が南、2がマーヤで、あ、じゃあ、あ、逆だって、1がマーヤで2が南だね。うん、それで、じゃあ投票お願いします。お願いします。よーい、スタート。よーい、スタートかな。どうでしょう。どうなんだろうね。懐かしい、だってみんな前髪あるもん。確かに、すっごい前だよね。で、切りすぎたって言ってた時期、この時違う、多分この時期かな。切った、めっちゃこの収録の前に もう切った気がする。定期的に切ってね。あ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、終了です。さあ、どっちかな。 お1、マーヤ。あ、どっちも写ってるし、マーヤのやつに決まりました。じゃあこれをカレンダーに載せたいと思います。お、やったね。いいね、2人写ってるし。確かに大きい方がいいかもね。これはでも選ばれなかったから、もうブログにも載せません。ねえ、みんなが選ばなかった。みんなが選べば載ったかもしれない。ね、そう、残念でした。そんなやつ投票数変わってた。かわいい。確かに。みんなから載せるかな、どうかな、気分次第で。はい、じゃあまあ2月の行きますか、はい、じゃあ次。じゃあ南から。かわいい。じゃーん。でこれもね、ブログに載せたやつの違う、ちょっと違うやつ。そう、バージョンなんだけど、友達といちご狩りに行って、その時に撮ってもらった写真なんだけど、かわいい、いちごが似合いますね。2月っぽいかなと思って撮りました。なんかピンクっぽいお洋服、いちご狩りだから着たりとか。そう、いちご狩りだなって感じの写真にしました。いいね、いいね。そう、いちご狩り行きたい。で、マーヤは？私はなんか2月っていうよりもめっちゃ最近の写真になっちゃうんだけど、うん、全然。こちら、この前、これ見たよ。あ、そう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 、ね、みんなで集まった時に撮った写真です。いい、これ、いや、これよ、これにしよう、みんな。なんで一人写ってるのように。あ、レイカちゃんとかもいて、ゆうたんとか。そう、なんかこの日、さゆにゃんにも電話したんだけど、さゆにゃんその時大阪行って。あ、そうなんだ。そう、ちょうどこれなくて。そっかそっか。そう、みんなで集まりました。あ、なんか載ってたの、これ。ゆったんのストーリー、ゆったんのインスタかな。あ、そうなんだ。に載って、見た、見なんか載ってた。はい、これはなんかもう2月間はちょっとないかもしれないけど、ちょっと寒そうな、なんかある、なんかフードとか。寒そう、頑張れば見えるかもしれない。優しい。はい、こんな感じです。あ、いい写真、めちゃくちゃ。じゃあ1番がマーヤで、2番が南で、はい、じゃあ投票スタート。いいね、それ。ね、みなみも今度一緒に遊ぼう。みなみ、プライベートで遊ばないか、そのメンバーと。そっか。そう、行ってみたいなって気はするけど、あんま自分からこう誘ったりしないから。確かに、あんまり行かない。そうそうそう、だって前もみなみんち行ったの、もう前結構経ってると思う。行ったよね、拾ってきたよね。そう、なんかこの日みんなで、あ、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、終わり。投票は、お、またまた前で、めっちゃいい勝負。え、これマーヤ、
じゃあ南だ。え、こっちにしようよ。このよりこっちの方がいいと思う。いや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 。ブログに載せないとか撤回するからこっちの方がこっちの方が絶対いいと思う。だって1,2,3,4,5,6 人のファンの人が喜ぶけど、これ南のファンしか喜ばない。南のファン。まあ、じゃあまあこれはまあブログに載ってると思う。インスタか見てもらって、いい写真カレンダーにしますか。じゃあとりあえず2月はこれということで、はい、はい、2月間ある確かに、うん、1枚ずつ載ったからよかった ね、ちょうどいいちょうどいいぐらい、はい、じゃあまあこういう感じで終わりですかね。全部できるの楽しみ、ね、カレンダー出来上がるの。じゃあ続いてということで、そうだね、おー、じゃあ続いては乃木ガチャ46やったー、はい、このコーナーはメンバーに聞いてみたい質問ややってほしいお題などをカプセルに入れてガチャを引いた人はそれをやらなければならないというリレーです、うん、いつもさ、なんかたまに変なの来るからさ、そう怖いんだよね。なんか自分で変なの入れたやつがさ自分に回ってきたりもするし、そうだからもう甘いものしか入れてない。なんかあ、でもそれはわかる。当たっても消えちゃってるね。なんだろう、じゃあいいよ、先前やって。なんだろう、なんだろうな、なんか変なの来ないといいの。どこだ、これだ。さあ、なんでしょうか。なんだろう。お、やだやだどんまい、やだ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 、え、だって、とりあえず見せますよ、その紙を。まずどんなのお題が来たか。告白された時の照れ顔を、誰これ書いたの、ね、攻める攻める、これは攻める。誰いいじゃん、見たいよ絶対、みんな喜んでるよ。やだやだやだ、64,000人見た。やだ、そうね、言わない、気合入れて頑張って、ちゃんと。え、難しいよそんなの。誰だろうこれ入れたの、ほんとちょっと攻めるよこれ入れた人。まあやば、同じのたまってたら、でもさ、それ同じの入れて戻してる人いる。戻しちゃうよ。あ、4期生誰だろう。4期なら怒れないけど、誰だろうね。4期生やろうって来てるけど、多分ほんと分かんないですけど。じゃあお願いしますかね。どうすんの、どういうこと。本当にやるの見せなきゃよかった。はい、頑張ってマーヤ。じゃあ3,2,1って言うよ、みなみが。はい、いい、はい、3,2,1キャッ。嘘っぽそれ何。ねえ、だってさ、わかんないから。わかんないよね、さ、だからさ、わかんないよね。難しいよ。え、これ答えも何もないと思う。ね、顔真っ赤。そう、こういうのもほんと前は赤くなっちゃう。前あんまやんないよね。やんないよ、怖いな。一発目にこれってやだね。あれ、そうか。え、なんだろう、変なのじゃないというの。え、なんか変なのじゃない。何みたいな。やだ、え、これほんと怖いよね。きつい、即興漫才。でも漫才ってことは2人でやんなきゃいけない。いやえ、そうですよね。え、なんで巻き添えなのこれ。 いいじゃん、友達でしょ。いや、そうだけどさ、即興漫才。え、ね、本当に誰が書いてるの。え、これパスしようよ、もうむず。え、即興漫才って何。事故だよ、確かに事故。でもなんでそれ引いたの、南。え、でも順番変わってたら、これ勝手に回したら違うの出るのかな。え、何したらいいんだろうね。漫才ってむずいね。ネタ考えるの。やだ。え、もうさ、最初のどうもどうもだけでしない、もう。どうもどうもで終わり。終わるんかい。どうもありがとうございます。いいじゃん。もう今のでいいんじゃない。じゃあ今ので勝て。ちゃんとやるんだ。じゃあ、はい、みなみとまーやとまーやです。まーやです。なんでやねん、どうもありがとうございます。ね、意味がわかんない。終わり、早く終わろう。もはーい、おしまい。はい、はい、じゃあ次回そう。もはい、よかった、すぐ終わって。よいしょ。え、まあ、まだやんの。まだやんのって言い方あれだけど。
まで楽しく絶好調で、え、もう回したくないって言ってる。逆じゃない？こっち？あー出てきちゃった。え、え、ちょっと待ってね。じゃあわざとじゃないよ。隣の人のモノマネまあいやめっちゃ得意じゃん。じゃあモノマネだったら、え、みなみね、かずみよくみなみのやってくれんだよね。え、まやがなんか中国で、うん、あ、中国じゃん、上海行った時になんか可愛かったみなみのなんか言ったセリフがあって、なんかなんだっけ、みなみって言った時のみなみが言った一言ね、みなみってまやが言ったの、はい、いきます、うん、ねえ、にーって呼んで、え、そんなの言ったっけ言ってたの、なんか記憶違いだと思う。じゃあ、まー、あ、ちゃんって言ってたの、キーか誰かが、まーやにね。あー、あったね。その時にね、みーもみーって呼んでみたいな、あったね。そう、言ってたのが可愛かったです。家でまーちゃんなんだっけ。まーちゃんって呼ばれてる。みんなもみーちゃんだから。あ、そう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 。キーちゃんもなんかなんだと思うね。お、じゃあ、仕返しのお題を考えましょう。じゃあ、え、すごい交代なかったんだね。なんかみんな、うん、いい感じ。いいか。いいよ。じゃあ、すごいのいいよ。じゃあ、うん、モノマネではなかったの確かに今のあの。そう。何にしよう。なんだろう。何がいいと思いますか。ちょっとみんながやってほしいやつ。開始。即興コントいいじゃんね。ね。即興。じゃあマヤはエチュードにしようか。最悪さ。一番最悪。絶対当たりたくない。じゃあ違うのにしよう。みのみ。なんだろう。一発ギャグ？いやー、ないよね、絶対聞きたくない。でもないもんね。みんなその一発ギャグなんて。そう。エチュードって一番嫌だよね。多分わかんないと思うよ。3期とかだったら。あ、マジ？うちらさやったじゃん。なんか、ね、うん、もう地獄だったよね。エチュード。なんだろう。まあいいよ、全然それ紹介しちゃって。もしまちゃん。いやもうこれ違うの。書いたんだけど、自分が引いちゃったらどうしようっていう怖さ。いや、じゃあこれが出るまで来ないとか。そんなそれが出さないくるよ。2個ずつくらい書くじゃん。2個ずつ。
こっちか、ここせーの、じゃーん、おー、いいんじゃない、いい感じ、綺麗、でもやっぱカラフルな方が綺麗かも、できましたね、なんかすごい2人ともいい感じにね、違う感じになったけど、うん、かけましたね、すごいいい感じになりましたね、おー意外とできる、綺麗になったね、でもなんかちゃんと色やったね、でも1回で終わっちゃったから、えら、でも1回が綺麗、ちゃんと、そう、きた、いい感じ、やっぱ明るい色の方がいいんだ、いいね、明るい方がいいかもね、でもだってもう暗くて線だかなんだかわかんないもん、うん、はい、じゃあ置いとこう、じゃあ、はい、でもよかった、前だからなんかのんびりといつもな感じで欲しいなって書いてあって、よっしゃーね、楽しみだった、みんなも、うん、意外とこうやって2人でやることってないから、うん、ないかもね、楽屋とかはいつも一緒だけど、ね、そうなんだよね、意外とオーディションの時からずっと一緒にいるし、ね、すごいよね、そう考えたら結構な何年もね、だから二次審査がいるよ一緒に、やばいよね、ね、13、14、15、16、17、18年、怖っ、怖っ、一緒にさお祭り、土砂降りのお祭り行ったりとかさ、行った、なんかね、雨超降り始めてびしょびしょでみなみんち帰って浴衣干してもらったんであったり、なんかいろいろ楽しかった、お世話になりました、みなみちゃんち、まあ、また一緒にできたら、もう6万8000人も見てくれてる、すごいね、たくさんの方に、うん、嬉しいですということで、まあもうそろそろもうあと6分で終わっちゃうけど、はい、楽しかった、ありますか、なんか言いたいこと、告知いく、あ、ランキング、あ、そうだ、ファンの方お願いしようかな、やつやな、そうね、あ、デコピンかかってるね、ほんとだ、すごい、はい、じゃあ10位かな、あれ10位以上が、10位が、見つけた、お、じゃあ10位の方は、はい、和田りっちゃん、ありがとう、ありがとうございます、名字一緒になった、確かに9位みっちさん、ありがとうございます、すごい獅子舞みたいなキャラクター、本当だ、8位は名もなき M さん、ありがとうございます、7位ハイスペック謙虚さん、ありがとうございます、6位はゆうこむさん、くまだ、ありがとうございます、ほんとだ、かわいい子で、5位空飛ぶ藤森かっこみなみおしおにいまんありがとう、ありがとうございます、すごいラジオの感じがすごい、ね、4位は、うん、ルアちゃん、みなみちゃん推し大好き、ありがとう、ね、ありがとうございます、3位シュッピーみなみみーみー絵文字ありがとうございますありがとう、すごいキャラクターもみなみのやつだ、ね、2位はトーモ73三角みなみかわいがり招待さん、おお、いつもありがとうございます、あ、そうなの、いつもね、なんかねコメントに上にいてくれる、そして1位の方、生涯みなみ推しのデヘアーさん、デヘアデヘアデヘアさん、ありがとうございます、生涯だって、もう一生だ、すごい、お、もう変えたら許しませんよ本当に今度見た時に生涯なんかわかんない、梅沢みなみ推し、梅沢みなみ推し、ただもうそれもいいけどね、みなみはみなみだけどでもありがとうございます、皆さんいっぱいコメントとか、あ、すごい、いっぱいありがとうございます、すごい、見て、たくさんすぎる、すこのキャラクター、すごい、なんかクマとかだるまとか、これ考えるの楽しそうだね、アバター、ね、いろんなの楽しそう、うん、これかわいい、何これ、あ、誰かのキャラクターじゃない、これそういうのもできる、アスカのカエルみたいな、なんだっけ、アスカのカエルだっけ、あ、これアスカじゃない、アスカのカエルじゃなかったっけ、カエルだっけ、これわかんない、カエルだった気がする、なんか変なカエルみたいな、変な告知なんかあります、私あんまないかも、11月5日乃木坂工事中ブルーレイリリースです、お、そうだ、新しいやつだ、11月9日24枚目シングル夜明けまで強がらなくてもいい、うん、発売記念個別握手会幕張メッセです、お、そして11月9日テレビ新広島ポケティの坂道でお陣上見てください、そして11月13日7時19時から日本テレビ系ベストヒット歌謡祭2019があります、イエーイ、大阪のやつだ、楽しみ、ね、見てください、皆さんぜひ、そうそう、まあ、そういう感じで、じゃあ、はい、
次回のできるから乃木坂46は11月13日水曜日の20時から生配信の予定になります、はい、次回のメンバーはまた追ってお知らせするので、はい、ツイッターとかチェックしてそれまで楽しみに待っててください。そして、ね、来週の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせが来ます。うん、分かったかな？かな？もうみんな慣れてるかな？だね。やってんのかな？もうついに7万人も見てくださってるみたいで。すごいね。ありがとうございました。もうあと 1,2 分で終わっちゃいますけど。早いね。すごいコメントもたくさんあるし嬉しいです。これ出ちゃった。すごーい。すごいね。やったぜ。わーい。7万人早いね。70万人7万人ってすごいよね。東京ドームより多いってことだもんね。このカメラ楽しいよね。近くにあるか。うん、映ってる。じゃんじゃん。なんかお手洗いにありそう。褒め方はそれで最後の最後にやめてよ。1時間かけて頑張って作ったんだからさ。ちょっと最後の新コメントそれ。確かにね、うん、おしゃれな人の玄関になりそう。おしゃれな人の玄関。確かに。ごめんなさい。マヤさんみたいな。もうわらわらみんな最後なのにあと1分黙ってれば。でも共感してるよみんな。確かにって。やっぱりはい、あと30 秒, 皆さんありがとう。ありがとうございました。コメントもきっちり読みますよ。バイバイ。ありがとうね。すごい、もう終わっちゃうのにたくさんの人が見てくれてる、ね、早いね。さあ何があと20秒で終わっちゃうのか。10秒か。10秒。ありがとうございました皆さん。またバイバーイ。またね。じゃあね。バイバイ。またね。じゃあね。バイバーイ。